てペケペケペケしてる俺は風になる。さあどうだ、いけ。チョリンさん、あなたの中堅らしいです。というわけで今日はですね、スライムランチャーやっていきたいと思います。はい、今回はですね、何をやっていくかというとですね、そろそろですね、こちらのこれですね、セブンジーリワードクラブ、こちらをですねマックスにせなあかんなと思っているわけですよ。まだレベル16なんですよ。多分20いくつぐらいまでねあるはずなんですよね。なのでですね、これをやるためにはですね、まあ、とにかく大量のお金が必要になるわけですね。はい、そしてですね、ラッシーさん今金欠です。お金がないんだね。なので、このお金をですね、今回はがっつり稼げるようにですね、この牧場を改築していきたいなと思ってます。あとですね、もう一個なんかね、隠しマップみたいなのがねあるっぽい、追加されたやつ、それをねちょっと見に行こうかなと思ってます。というわけでまずはですね、改築なんですけれども、そう、ここのエリアを、うまく活用したいというのもですね、まずね、シャボテンスライムちゃんですね、この子たちはもうここに残り確定ですね。で、この子たちがなんだろう、他の餌を食べないようにここをちょっと離して、ここにあれだね、ここ離れたところにこう作ってあるから、これ結構いいと思うんだよね。なのでこれは確定にして、そしてですね、ここをもうちょっと、まずここのエリアから、拡張というか、なんていうの、回収回収していきたいと思います。はい、というわけでね、まずね、このクリスタルちゃんはとっても可愛らしいので、クリスタルセーバーちゃんは残しておきましょう。あとね、そうだな、セーバースライムと合体させとくといいのは何なんだろうな、まあ、とりあえずこの子たちはここでいいや。そして、ここの檻はですね、一旦、なくして鶏小屋にしよう。ここはですね、鶏小屋にして、鶏小屋をハイウォールにする意味が未だに分かんないんだよね。なんか意味あんのかな。はい、 OK です。鶏小屋にして、ここにですね、あの子たちが大好きな、鶏をですね、ちょっとね入れていきましょう。ちょっと集めてくるわ。なんかなんだっけ、虹色っぽい感じの鶏だよね。あー、いたいたいた、こいつこいつこいつ、こいつが必要なんですね。こいつとオンドリもいるね。オンドリ OKOK、 よし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 、とりあえず1匹ゲットしたけど、1匹じゃ足りないんだな。もう何匹かいねえかな。おお生まれて速攻飛ばされてるよ。大丈夫かい、大丈夫か。あー、いないな。いやー、ちょっとね、見つけられなかったけど、まあとりあえずでも1匹いるから大丈夫でしょう。ここで、これをですね、繁殖させます。もしかしたら自動的に餌食べてくれるかもしれないね、この距離だったら。いい感じですね。はい、そして今度この子たちか、この子たちを、やるためには、クリスタルちゃんの好物って何なんだっけな。確かね、野菜だと思ったんだけど、あ、こないだゲットしたあれが好物かもしれないね。ちょっとここを、ここも解体しよう。ここも解体して、ここに野菜畑にしましょう。はい、畑にしました。ナチュレートソイル、スプリンクラー、苔、あ、これ増えてる、なんか新しい、これ何なんだろう、何これこれこれ、デラックスアップグレード、すごいね。ちょっとデラックスやってみようか、全部やってみようか。ソイル、そしてこれ、オッケー、すごい、わ、なんかすごいことになってるぞ。これなんだこれあ、2つできちゃうとかって、そういうこと。木が、木じゃねえんだよな、野菜なんだよなはい、この間ゲットしたこの銀の人参ね、これちゃんとかなんだ、保存しておいたから、これをね早速植えてみよう。はい、戻ってきました。いや、なんかすごいよね、ほんとなんか強新しくなってね、この畑、これなんなのちょっと植えてみましょうね。はあ、どうなるか。あ、でも畑は畑、あ、ここにもなるんだ、ここにもなるんだ。そして多分木を植えると、ここも 木もここにこうなるんだろうね。うん、あとはどうしようかな、モザイクちゃん、あー、悩ましいですね、悩ましいですね。セーバーはあとどれにする。セーバーあと1個ここになんとかにして、でここに、なんとか畑みたいなのをね作ろうと思うんですけど、どうしましょうかね、何がいいかな。本当はね、カンタムスライムにしたいんだけど、あの子飼うの難しくすぎてさ、いまだに飼い方がよくわかんないんだよねすぐ逃げちゃうんだもん、あいつがなんか抜け出せないようなアップグレードとかないよね。
ミュージックボックスダメだよね。いやー、なんでだろうな。あいつが抜け出さないようにするためにどうしたらいいんだろう。まあでもやっぱりね、カンタムスライムがね作りたいよねということでですね、カンタムスライムが入っちゃうで作りたいじゃん、買いたいよねということでですね、カンタムスライムをね買ってみたいと思いますよ。というわけでね、このレモンを育て、あ、すごいすごい、木3つ生えられるようになったんだ。ほらこれはいいね、これはいいわ。ほら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 、すごくない、すごくない。オッケーオッケー、これはすごいよ。これでここにですね、カンタムスライムをね入れていきたいと思います。多分ね、カンタムスライムは常にねお腹いっぱい状態にさせておけば大丈夫なはずなんですよね。なのでミュージックボックスも作ったので大丈夫かな。これをもっと早くすればいいのかな。餌の配給を常に早くしておいて、で餌をガンガンここで貯めておけば大丈夫なんじゃないですかね。ちょっとこんな感じでやってみましょうか。はい、とりあえずね、次の日になったことが、おー、すごくない人参、めっちゃ取れるぞこれめっちゃ取れるぞ人参、めっちゃある、めっちゃある、すごい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 、何個何個何個、全部で23個。お、すげえなこれ。おーしよしよしよし、みんな餌できたぞ、餌お待たせ。はい、人参だよー。ちょっと中身にも入れてあげようか。おいしょ、オッケーオッケー。あ、やっぱ好物だ、やっぱハート出てる。オッケーオッケー、これ好物だったんだ。ほえー、よし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 、これでこいつらの機嫌も多少ね良くなるとは思いますね。さあですね、あとですね、カンタムスライムを連れてきたので、この子たちをですね、ここに住まわせましょう。これ大丈夫だろ、ここでこうガンガン餌をね、やってあげていれば大丈夫なんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうね。ニワトリちゃんがね全然育たないね、これ早くニワトリちゃん育ってあげないと、この子たちがかわいそうなんでね。まあ頑張れば、頑張ろう頑張ろう、とりあえずね。よしよしよし、オッケーオッケー。どう、こいつはコキゲンちゃんじゃない、コキゲンちゃんになってれば多分大丈夫なんだよ。オッケーオッケー、だから数をそんなに多くね入れなければ大丈夫だと思うんだけど、あとでも2、3匹は欲しいかな。いや、1、2匹だな、1、2匹。おし、カンタムちゃんね、2匹連れてきたよ。オッケーでしょ、これで。はいはい、はい、オッケーです。さあ、これは、あ、木の実木の実、なってるなってる。あー、よし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 、やっぱあれだね、変わったんだね、このなんかレモンみたいなやつも。前はさ、果物をさぶつけなきゃダメだったんだけど、さすがにそれはハードル高すぎんだろうってことになったんでしょうね。あれちょっとひどかったもんな。オッケーオッケー、これをねガンガンこうやって上げといてあげれば多分大丈夫なはず。あー、いっぱいあるいっぱいある。オッケーオッケーオッケー、常にこれをマックスにしよう。常にマックスにさえしておけばあの子たちは逃げないはず、はず本当かよまあでもみんなご機嫌ちゃんだからね大丈夫だとは思うんだけど、ここ手入れ大変だな。あと鶏ね、鶏がねなかなか、お、なんかなんかこれなんかぽやぽやしてるじゃん。あ、食ってる、もしかして食ってんじゃないのこれ、こいつらがぽやぽやぽやっつって。やっぱこれ、あ、食ってないな、食ってないな。とりあえずね、カンタムちゃんたちをこのセーバースライムにしちゃいましょう。これでダブルでね集められるからオッケーでしょ。はいはい、オッケー。これでここはねセーバー牧場としてね、誕生しました。こんなにセーバーいらなかったかなセーバーばっかりでちょっとあれな感じ、あれがあれな感じになっちゃうよね。まあいいや、とりあえずここは、ここの整備は一旦これでオッケーなんじゃないでしょうかね。うん、あとはこのねニワトリちゃんが、ニワトリちゃん飛んでくるか、もうちょっと頑張るか。うん、オッケーオッケー、だいぶね今回は頑張って集めてきたよ。ほら6匹っていうか6羽集めてきました。ハイウォールも一応つけとく、よくわかんないけどね、なんか脱走するのかもしんないからね。ハイウォールズ、はい、オッケー、これでいいでしょう、いい感じだね。よし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 、これはだいぶ、何やってんの何やってんのこれ、これもしかしてペケペケペケしてるパタ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 、どうしちゃったどうしちゃったよしよし、とりあえずね順調そうだよ。ほら見て見て見て、これだいぶねウンピーズも溜まってきてますよ。ほらほらほら、オッケーオッケー、これでね次回ぐらいには1個か2個ぐらいね、リワードを開けられるぐらいお金貯まると思うんですよね。ここがねうまく溜まってくれればいいんだけど、まあでもこいつらも逃げ出さないよ。ほらやっぱりお腹いっぱいになってれば、常にお腹いっぱい状態だったら大丈夫っぽいですね。オッケーオッケー、いいですね、順調ですよ。あとね、こっちの
ここですね、ここ出てここすぐだから、ここをね、もうちょっと活性化したいですね。ここを活性化していくと、かなり効率的にお金集められるんじゃないかな。あとね、こっちのエリアはちょっと遠いからさ、ちょっとこっちはもう潰して引っ越して、ここをやっぱサイロとかにするべきだね。こいつらとかちょっと引っ越そうかな。はい、というわけでですね、まあ今回の回収はこれぐらいにして、まあ次回もね回収しながら進めていきたいと思うんですけど、初めに言ってたなんかシークレットエリアみたいなところをね探していきたいなと思うんですが、ここのハニーちゃんのところですね、ここにねあるらしいんだよね。ちょっと地図見てみようかな。なんか怪しげなところとか、このテレポーターあったっけ、ここ行ってみるか、とりあえず。こんなんなかったかもね。ここちょっと行ってみましょう。来ましたよ。あ、これか、ここのやつか。これはあったね、これはあったわ。ここじゃないな、ここじゃないな。どこだ、隠しエリアはどこにあるんだ。やっぱ奥の方かな。この辺ちょっと怪しい感じ、この辺ちょっと行ってみるか。じゃあちょっとここぐるーっと回って行ってみるね。はい、今ねハンターの森にやってまいりましたけど、今ここですね、ここにいます。ここになんかありそうな雰囲気出てるよ、かなり出てるけど、ここにはないのか。うわー、マグマハンター、怖っ。ちょっと待って、怖いなあいつら。あ、なんかここ怪しくない？ちょっと高いところから見てみようか。ちょっとスタミナがね溜まったら裏側にね行ってみたいと思うんですけども、絶対怪しいよ。ここなんかある。オッケーオッケー、溜まった。行くぞ、行け、ほら。さあどうだ、なんかあるか、なんかあんだろ。なんもない。やばい。ちょやばい。スタミナが危ない。引っかかった、危なかった。あ、やばい、落ちる。嘘でしょ。ちょ死んだ。見事に死んでしまったな。ねえ、ちょっと待って。ちゃんと探すから。ちゃんと探してるけど、あんなところにはないか、さすがにね。ここもなんかちょっと見たことないエリアだな。こんなとこあったっけ。怪しいけど、あっちも怪しい。どこなの。あ、ここか。でもここではなさそうだよね。やっぱこの辺かな、この辺だよね。行ってみるか。うむ、この辺りなんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと待って、ここも怪しいね。ここもちょっと見てみるか。ここも見てみるけど、ここか。いや、なんもないのか。あ、玉見つけた、玉あった、ほら、やった、オープン。さあ何が入ってるんでしょうか。ポンと、ウェーイ。いやー、地味なの出た。久々に地味なの出たね。レア1個ぐらい入れといてよって感じじゃない？ねえ。さあ、ここ見て。ちょっとここ怪しくない？こんなとこあった？これ。ほら。なんか祭壇みたいになってんの。祭壇っていうか、なんていうの？屋根？ここは、お！怪しいんだよな、この丸いやつ。ここじゃないのか？いや、怪しいぞ。かなり怪しいところまで来てるぞ。この辺なんじゃないかな？違うかな？ちょっと待ってね。いや、なんか怪しいところ見つけた。ここさ、ここ今、ここ、ハンターちゃんたち、ちょっと邪魔。このハンターちゃんたちがいる、ここ入れんの、ほら。しかもなんか光ってる、何これ。いや、なんもないの、嘘でしょ。ちょっと、危ない。なんじゃこりゃ。怪しいと思ったんだけど。全然怪しくなかったよ。なんだこれ、どこにあんだ、わかんねえぞ。もう行ってないところはこの辺しかない気がすんだけどね。この辺ちょっとそこ最後行ってみましょう。ほう、多分この島、マップ上ではこの島なんですけど、ここにないかな、シークレットエリア。あ、じゃあここ来たじゃん、ここさっき。なかったよね、シークレットエリアなんて。いや、ないなぁ。どこにあるんだろう。あ、また見つけたよ。また見つけた。やった。カプセルはいっぱいあるわ。カプセルはまだ見つけてないやついっぱいあるけど、またそれかよ。緑ともうほんと色の差がなくなってる。緑と青と同じじゃねえか、出てくんの。ちょ、どういうことだよ。
サボりすぎだぞ。あれは怪しい。いやあないだろう、あそこ。あの先だって行けるところがないもんな。俺は風になる。やるか最後。でも最後それやって終わりにする。ここにも島あるね。ここだけ行ってみようか。はい、あれのことだね。地図上やっぱあそこか。やっぱあそこなのか。じゃあちょっとあそこに風になって今日は終わりにしようかなと。ちょっと探したかったけど見つかんないから、ちょっと次ちゃんと調べとくね。あそこのなんか板が張ってあるっぽい感じの島も怪しいけど、あ、ちょっと待って、あそこやっぱ裏側行けそうだぞ。裏側ちょっと頑張ってやってみようか。よし、行くぞ。久しぶりに行くぞ。俺は風になる。さあどうだ。いけ、間に合うぞ、これ間に合う、いける、来たー、来た、おお、来たけど、隠しエリアじゃなくてこれだったけど、見つけた、よっしゃ、よかった、目玉が1個できて。さあ、じゃあ開けますよ、一番レアなやつ、何が入ってんのかな。オープンザセサミン、ポン、来い、何が来るか、ポン、おお、すごい、メガネ、やった。は、久しぶりにファッション来たな、これ。やりました、やったけど、これどうやって帰るの。死ぬしかない的なやつじゃないねえ。というわけでね、次回はですね、ちゃんと調べておきますね。はい、というわけで今日はこれぐらいしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。